コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号試算投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面で一語一句を読んください どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画の続きを見ることはできません <laughs> 全ての文言一語一句に承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは今日も行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして、えー、中野研究会に入りたい方は、えー、私に通じてますのでね私もね中野研究会に入りたいとご連絡ください LINE でご連絡くださいといもいいですよ LINE でおます まあ、携帯電話でもいいですよ動画解説欄に番号書いてあります、えー、ステッカーを販売しております令和元年11月1日金曜日暗号資産草コイン中野研究会今日はね大変なお知らせがあります最近ね、うん、毎日大変なお知らせがあるんですけどもいよいよですね来ましたよ本日のお題なんと コインチェックの社長がね今年の頭からですね、えー、世界的に有名な仮想通貨を取り扱うとね宣言していましたそして誰もが疑うことなく体の良いとに決まってるよねということでせこせこみんな買ってたんですけどもなんと違いましたそれはですね ステラおばさんを採用でーすイエーイってことでねステラおばさんって何なんだとステラおばさんって何だとステラおばさんってクッキーじゃないのかとねステラおばさんってステラおばさんステラおばさんってクッキーでしょとちょっと待ってくださいね ステラオバさんってクッキーあるじゃんってステラオバさんクッキー売ってるじゃんってこれじゃないのとステ,ステラオバさんってステラオバさん仮想通貨じゃないじゃないっていや丸くてねこれあの500円玉に似てるからえコインチェック何ってデパ,デ,デパ地下になっちゃったのってお菓子屋さんになっちゃったのって違います はい。ステラっていうのね。違う、違う違う。誰か止めて。ステラおばさんじゃなくて、ステラっていうね、仮想通貨があるんですよ。ちょっと誰か止めて。<laughs> はい。これがですね、えー、これがコインチェックのですね、プレスリリースですね。で、ここですね、プレスで、ステラルーメンズっていうんだね。僕、ステラ、ステラステラって言ってたから、ステラって名前だったと思うんですけど、正式にはステラルーメンズっていう、 仮想通貨でね。ステラルーメンで取り扱いに関するお知らせと。開始に関するお知らせと。コインチェックは新たにステラ XLM ですね。はい。リップルかと思いましたけどね。の取り扱いを2019年11月12日ですね。12日って言ったら、えー、来週、再来週の火曜日ですね。 に開始することをお知らせいたしますこれにより当社で取り扱う仮想通貨は11種類になりますということですねはいということでこんだけしか書いてないんですけどもこのステラって何かってことなんですよねでえっとステラのこっちのねこれ Google で仮想通貨ニュースって検索するとまあコインチェック仮想通貨ルーメンをとかあの取り扱うよって書いてあって まあ、ステラについてはあの何,回でも何回も中野研究会で何回も調べてるんですけど、えーはいえー、コインチェックが取り扱う11種類の仮想通貨になるというと、国内の仮想通貨取引所でステラの上場はど同社が初めて、ステラルーメンの通貨コードは XLM、まあ、通貨単位だよね。日本円は円だからね、アメリカはドルでしょ。 ステラは取扱い開始後はコインチェックのアプリ版および <coughs> ウェブ版にて XLM の送受金と売買が行えると、うん、またコインチェックの貸し仮想通貨にも対応するというステラルーメンはステラ社が開発するブロックチェーンステラレジャー上で発行される仮想通貨元リップルの開発者らが中心となって作られ2014年7月31日に公開されたと ステラってね、中国製なんだよね、確かね。あの、中国版リップルって呼ばれてるからね。ステラってね。基本的な使用はリップルと似ている点が多く、ビットコインよりも処理が高速で、手数料が安価である。IBM が開発中の海外送金ネットワークにも利用される予定だと。IBM はね、あのリップルをやめてね、ステラを採用することに決めたんですよね。 それは当たり前だよね。だって。リップルの開発者がそこから抜け出してね、えー、リップルよりいいものを作ったわけですから、まあ中国版ですけどね。まあだから、いわゆる体の枝と一緒なんじゃない体の枝のホスキンソンさんも、もっと、えっと、もっとさあ、あれ、あの、開発者出身だもんね。イーサリアムのね。で、イーサリアムよりもいいものを作ろうとして、 えー、イ,ーサリイーサリアムの開発メンバーから独立して、えー、っとカルタネイル作りましたからねはいでちょっとね価格をねあちょっと待って他にニュースあるかなえまあいろいろありますけれどもコインテレグラフはちょっとあんまりいいの書いてないよね、うん、細かく書いてないんでテレグラフってねなんか、うん、コインポストがやっぱりちゃんと書いてあるかないつもうん ビットコイン n e d c o m ロシアの法廷通貨ルーブルを正式サポートあ、ルーブルでもビットコイン買えるんだあーコインチェックこれかコインポストが一番ま,あ、まあ、まともに書いてあるかなって感じですねいつもねうんはい、まあ、あのまああのまだうんまだあれですね 詳しい情報はこれからって感じですね。で、まあ気になるのが価格なんですけれども、なんとですね、ステラ、ステラおばさんのステラですね。ステラおばさんは時価総額がですね、えー、なんと10位ですね。1番ビットコインですけどもね、サリアム、2番インサリアム、3番リップ、まあ正式名称はビットコインサリアムプルリって言うんですけどね。あ、違う、正式名称、長 <laughs> 野研究会の名称ですね。 で、10位ですね。10位にステラ。ステラおばさん来てますね。えー、っと、100万、1000万、1億、15、100億、1500億円ですね。自家総額ね。価格は7.49円で、えー、っと、8.14%上がってますね。この1日でね。<laughs> 1日っていうか、まあ、発表されたのが今日の昼ぐらいですからね。あのー、多分、まあ、サラリーマンの人が家に帰ってきて買うでしょうね、ステラね。<laughs> ステラは、 私がですね、個人コンサルティングをやったときに、えー、仮想通貨のね、個人コンサルティングやった時に、えー、バイナンスでですね、ステラ買いましょう。買った方がいいかもねっていうのは何回も言いました。で、実際にバイナンスでビットコインで、えー、ビットコインでステラ買いますから、相、え、当、ー、ね、あの価格が上がって儲かってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思,思います。バイナンスでビットコインでこれですね。はい。まあ、ただ、 <laughs> 一時結構下がったんでねえー、これ冷やしだから冷やしでもいいか、えー、ちょっと広げてですねこれ冷やしですねやっぱい一気に下がりましたね一時ねうん,うんこれだいぶ下が下がりましたもんねはいちょっと一体い か一体閉じますねもう一回あちっちゃくなってるこれ、セラおばさんかなこれなんかちっちゃくなっちゃったねえー、っと、週足、突き足いやだいぶ下がりましたね、やっぱね、突き足だと。なんでこれちっちゃくなっちゃったのこれうん、<laughs> ちっちゃくなっちゃった、はい、すいません。 まあこれからね、今買えばあのこれから上がってくると思いますよ、ステラはね。はい。ということで、ステラすごいなと思います。それとですね、えっ、ー、と、中野研究会であーあのドル円 FX もね、あのやってましてですね、まあ、24時間、ほとんど24時間体制でですね、えっ、ー、と、やってるんでございますから、まあ、皆さん、みんなでね、中野研究会のみんなでチャートを監視してですね、 儲、えー、けてるんですけれどもあの、皆さん言ったでしょ、私。えー、ドレン FX、えー、15年に一度のですね大暴落が来ると言いましたよね。私、言いましたよね。来ましたね、昨日。昨日の、えー、っと明朝朝の3時にですね、アメリカの政策金利発表があったんですよ。アメリカの、まあ、ニューヨーク連銀 FOMC のね。 えと政策金利発表があってやっぱり0.25%落,落ちて一瞬上がったんだけどやっぱり下がってくると、まあ、金利が下がると持っててもしょうがないからドルねだからずっと下がって、まあ、ダルドルを売って、まあ、日,本円買った日本円も持っててもしょうがないからねマイナス金利だから、まあ、だから、まあ、国債買ったりしたんでしょうね株を買ったりね株を買ってんのかな株上がってるからねうーんで、えー、まあそうですね、まあい 一時ね、私は、ここら辺、ここの、ここの陰線でですね、陰線っていうのはこう下げ、これ下げる線ね、赤線ね、これで、まあ、あの、私は確信したわけですよ。で、えー、っとね、いろいろね、確信した点が一時あり、一つありまあ、いくつかありまして、<laughs> まず、冷やし、冷やしでね、えー、この FOMC の前の線ね、冷やしでですね、前の日ね、えー、これ、200日移動平均線にタッチしたんだよね。 これでまあ下がるよという合図、一つの合図ね、ヘッジファンドのね、一つの合図と、あとまあこの、この日にですね、109円台をタッチしたんですよ。109円のタッチオプションがあるから、109円の、109円、あのワンタッチオプションがありますからね、でこれタッチすれば一瞬でも109円を割り込めば、<laughs> あの保険金降りるからね、オプション保険金が降りるから、まあ、これで中国勢とか、まあ、アメリカ勢のヘッジファンドが、 もういいやと。もういいやと、上は。ってことで、まあ、あの、ドルを手放していったってことで、バッと落ちたと。で、まあ、あと、あとな,なだれ、なだのように来てですね、まあ、FOMC まで待ちたいっていう人もいたからね、ヘッジファンドね。そして、まあ、ヘッジファンド、まあ、ドラギ総裁の発言が、最初は曖昧だったんだよね。うん、今後は金利下げないよって言ったから、じゃあ上がるのかなと思って、ビヨンって上がっちゃったんだけど、いや、でもそんなことないよと。まあ、あの、場面場面によって、 気に下げていく可能性あるよって言ったから、もう、もうないだろうと。もうね、アメリカの政策金利,策金利が上がることないだろうってうことで、もう、雪崩のように、雪崩のように下がったということですね。で、私はですね、まあ、他にもあるんですよ。あの、ここ,こ,ことですね、ここの、まあ、私 FOMC 見てましたから夜、朝方3時ね。ここと、前回の、ここね、前回のここって言ったけど、これは、 えっと、大体いつかな、これ。ここ、ここ、こことか言ってごめんね。ここがですね、えー、今年の8月1日です。8月、ちょいちょいちょい。ちょいちょい。えっ、ー、と、8月1日ですね。8月1日につけた、ここの、この線。109円32、えー、109円281とですね、今回つけた、今回で昨日ね、昨日の FOMC の時につけた、 えー、10月30日につけた109、えー、10円28、289、まあ、ほとんど一緒なので、でこれでダブルトップ、完全にね、ヒゲ,ヒゲのダブルトップつけたなと、ですよく前日ね109円の,あのタッチオプションも、えー、消化してるので、これもあのドルを下げても、ドルを手放してもいいよと合だでね、はい、あっち系の、メイソンリー系のですね、まああの、だからチャートの見方をしっかりとね、チャートっていうのはしっかりと、チャートはね、あのファンダメンタルを包含してますから、 全てのフ,ォファンダメンタル入ってますからね。だらここをつけて、だ過去のチャートを見ないとダメなんですよ。うん。だから下がってますよねということなんですよね。はい。で、これは私ももうガチョウで持ってても、120ピープスぐらい。まあ、あの、一番上では取れないから、あの、上行った、まあ、この辺ですね。この辺からガチョウしてますけれども、あの、で、ロット数、あ途中でね、追加ロット入れてるんで、だん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 平均ロットが下がっていくんですよね。 あの取得ポジションの位置がどんどん下がってきちゃうんですけど、だいたいこの辺ですね、109円、109円19円丸ぐらいで、パッて上がってねで、上にちょっといたんですよ。で、こうて、わこれ下だなと思ったから、普通上入れちゃうけどね、ロング入れちゃうけど、まあ、私はもう下目線だったんで、で、一番下はここですね、130ピプス、今は、えっと、123ピプスですね。 はい、ガチ砲しています。で、このガチ砲はえ、最初ね、50万50 50万ロ50万通貨、ごロッと 50, 50万通貨入れたんで、えー、っと、60万円ですね。1日で60万円の利益が出ました。よかったです。本当、100万通貨入れたら、100万通貨も安いからね、14万円あれば入れられるからね、まあ、多めに見て、20万あれば100万通貨入れるんで、 やるんで20万円で、えー、120万になったんだね、1日でね。<laughs> 1, 日 <laughs> 1日で120万になりましたね。<laughs> 20万円が120万。だからまあ、え、うん、だからトータル140万になったんだね、プラスでね。20万あれば140万になる。だから、うん、利益として120万円の利益になったんだね、24時間でね。 素晴らしいこと、<laughs> FX って本当に素晴らしいことだと思います。で、まあ、あの、これからまた、まあ、落ちていくのか、または、今夜のこういう統計でまた上がっていくのか、こう、上がるときもあるからね、こうやってね、こうやって、ここまで下がって上がるときがあるから、えー、っと、<laughs> まあ、トレーリングストップか、または、えー、損切りをですね、あの、十分な利益を取れるところに損切りを下ろしておくと。 いうことで、まあ、回避しながらですね、ヘッジ、ヘッジえ、ヘッジですね、だからリスクを回避しながらですね、あのー、まあ、ガチをしていって、利益を伸ばしていくと。はい。で、これね、下まで行けばですね、今、あの、ガチを、中野研究会ガチを、中野研究会入った方がいいよ。もう全然、月1万千円なく余裕のポンちゃんで、はい、余裕のポンちゃんで、はい、3300万、ま、2億ぐらいですかね。 はい、手に入ると思いますそうだね、2億ぐらいかな。まあ、あの、途中でちょっと追加入金すれば3億ぐらい,い、3億か4億ぐらい,いくかな。はい。で、中野研究会は、昨日ね、ちょうどね、沖縄の那覇からね、昨日また中野研究会入りたいってことで、そして個人コンサル依頼されて、あの池袋でね、お昼の12時半から、えー、夜までね、あの XM の講座開設とかも、も 講座解説早いですね、日本人いるので、えー、昼間でしたけれども、もう1時間ぐらいで返事が返ってきてね、まあ、最初、パスポートを取り直しとかね、写真取り直しとか、えー、住所確認処理、もう1回送ってくださいと色いろいろあったんですけど、もう速攻で返事来ますもんね、はいあの仮想通貨とは大違いですね。 そして、1時間ぐらいで講座解説 OK で3000のボーナスももらって、クレジットカードで1万円入れて、全部で2万3000になりました。それで、えー、っと、様子を見ながらですね、えー、様子を見ながら、まあ、夕方のですね、あのロンドン勢ロンドンのヘッジファンドが入ってくる時間帯があるので、その、そいつらのですね、様子を見ながら、ショートポジションのガチホ入れておきました。だから、えー、ちょうどよかった、<laughs> よかったですね、ここら辺で入れたんですよ。 108円70銭で出たの。108円70銭ぐらいで出たんですよ。そうしたら、今、107円972だから、まあ、70ピプス落ちてるよね。70ピプスね。70ピプス落ちてるから、まあ、一万、そうだね。1万、通貨で7、んそうだ、7、ん 1>, 1万通貨で7000ですね。10万通貨で、えー、10万通貨で7万ですね。100万通貨で70万ですね。はい、で昨日は、まあえっと、3万通貨ぐらいかな、入れたの。なんで2万1000ですね。まあ、よかったなと思います。<laughs> もっと、ね、たくさん、まあ、だって1万円しか入金してないもん。1万入金して、ボーナスで、ボーナス1万3000もらったから2万3000でやってるからで。マックスフルでやると20、 そうだね。20万通貨は入んないけど、10万、10万通貨は入ってね、余裕でね。10万通貨入れたら、まあ7万円の儲けでしたけどね。まあ、それちょっとレバレッジ高いかなと思いましたから、まあ3万、3万5000万、3万5000通貨ぐらい入れたかな。だから、7、3、21の7、5、35だから、3万4000、まあ3万5000円ぐらいの利益ですね。だから、 あの個人コンサルティングの利益なんて、あっという間に、ね、稼いじゃうっていう、そんな勢いの中野研究会でございますと。もちろんですね、これ、あの50万通貨とかね、60万通貨とか入れちゃってる人もいるからね、中野研究会、の、えっと、男の中の男がいるからね、ポールポジショングルーブルにはですね、あのモサが、FX の猛者がいっぱいいるので、えっと、世の中に出てない、あの、FX の本当の猛者がいっぱいいるから、 まああの100万通貨とか、はい、行くよーみたいな感じで、ポーンって出た人いるから、そうすると、まあ、100、そうだな、頂点から取れないんでね、ここら辺からやって、70ピープス取ったら70万とかね、1日で取っちゃってね、そのそれま飲みに行っちゃう人とか結構いるんですよね。はいだから借金返済でね、苦しまないためにも、やっぱり、まだ始まったばっかりですからね、のこのガチョウ15年に一度のガチョウ戦略はね。 うん、ちょうどだよね、やっぱね。ちょうど、まあ、私、見てましたから、ずっとね。うん。なので、あのー、今からショート入れればいいだけなんだけど、まあ、タイミング見計らないとね、いかないか、行けないですから、ぜひですね、中の研究会入ってください。それでは今日はですね、コインチェックは体のエーダではなく、ステラを採用したということのお話をね、させていただきました。 えー、皆さんね、今日は金曜日ですので、早くお家に帰って、えー、バイナンスあたりでですね、あのー、ステラを購入するとですね、えー、資金が、まあ、5倍ぐらいになる,なるかなと。まあ、10万買ったら50万ぐらいになるかなと思います。それでは、今日はこれで終わらせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。今月は、今年はね、あと2ヶ月しかないので、 2ヶ月だって12月、あちこち動いてもしょうがないでしょ、だってクリスマスなんだしさ、うんもう、もう、金融とかね、政治、経済、金融の世界では、もうあの動き、もう休みたいって感じになっちゃってるから、いろんな、まあ、中国もさ、春節とか入ってきてるからね、入ろうとするから、アメリカもあのクリスマス休暇取りたいからね、トランプさんも全員ねあの、金融のサラリーマンも普通の人もね、政治家も全部取りたいから、 新しいことやんないから北朝鮮だけだからあの、えー、あのクリスマス関係ないよって言ってるのはねあのロケット打ったりしてますけど中国もね春節とかの準備があるからねもう新しいことやんないんですよだからあの米中貿易戦争とかもう収束ですよ全部収束何もかも何もかも米,米日日米もうですね収束全部収束です、はい、でみんな休みたいからねだから11月は 収束するんで、アメリカドルはもう下がりますよね。<laughs> うん、下がる。まあ、毎年下がってるからね。下がって終わりですね。ここうん、ずっと下がってきて、11月、12月下がって終わり。これ全部、全部そうだもん。ここもそうでしょ。ここもそうでしょ。全部そうですよ。うん。株も下がってくると思いますよ。これからね。はい。で、ドルは、がっつり今下がってきますからね。だから、あの、年末ね、やっぱり、あの、子供とかお孫さんに、 えー、クリスマスプレゼントを買ってあげたりねお年玉あげたりするのもあるし年末の支払いなんかもありますからここでねやっぱりあの FX リスクないですから1万円からあの増やしていけばいいだけですからで増えたお金でまた追加投資していけばあのい,いいだけですよ、だいたいまあ10万円あれば2ヶ月で1000万になりますからね。うん まあ、でパソコンの使い方わかんないとか、この XM とかの、ね、使い方わかんない、いつまでもわかんないわかんないって言ってる人はもうガチホしかない、いわゆる単利計算しかできないんですよ。だから単利ですから、まあ、最小10万円あっても <coughs>、2年経っても3年経っても、まあ、1000万か2000万ぐらいしかならないわけ。でも、パソコンの使い方を一生懸命覚えて、 XM とか、ね、MT4 とかの使い方も一生懸命覚えれば、福利で増やせますから人、自分でね、自分の力で、そしたら10万円が1億にも2億にもなるわけですよ。でやっぱりね、分かんない分かんないって、もう年だから年だからって言ってたらいくらねお金が必要だって言ったって、やっぱり単純労働、単純労働以外にはお金を稼ぐ道はないですよ。やっぱり 体で汗かいて、体でね、汗かいてね、あの重労働でね、立ち仕事とかね、水仕事とか、肉体労働とかで稼ぐの限界あるじゃないですか。やっぱりいつかどこかで頭、頭に汗かいて、体で汗かくんじゃなくて、頭にああ汗かいてお金を稼がないと。だからそれはもういつかどこかでやるしかないと思います。 はい、それではね、今日はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトムクルーズがお世話いたしました。ありがとうございました。